あれからどのくらい時間が。どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの、誰？タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット？はい。マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はいはい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、
わかりました。じゃあ。またお会いできて本当に良かったです。ああ、お前もでかくなったな。そうですね、あれが10年前だから。10年、今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人は大体そこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんに届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えてやっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスも言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないもんか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて一緒の時もあるし、そうじゃない時もある感じで。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、たく待ちくたびれたぞ。悪かったな、いろいろ話が。中で聞こう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。またどうぞ。いらっしゃい。またどうぞ。僕に分かることなら何でもお話しします。元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。アラネア？ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だってコル将軍が言ってました。アラネア隊、ビッグス隊、ウェッジ隊と人数も多いし頼りにしてるみたいですよ。僕に分かることなら何でもお話しします。そうだ、帝国なんですけど、うん、皇帝も将軍も死んだってグラディオさんたちの報告があって、国としてなくなってしまったっていうか。うん、僕に分かることなら何でもお話しします。王都で行方不明の最初を見たって話もありました。これはイグニスさんがかなり気にしてて、ルシスにゆかりのある人物なのかって。それで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか？僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。ん？かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって。当時の人々が死骸に襲われたのを助けた人物ってなってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。へえ。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきました。ん？ああいう生き物がいるんだって僕なんかは思ってたんですけど、彼らは元は人間なんだそうです。何か病気みたいに人に移ってその人が死骸になってしまう。でも治す方法もなくてみんな退治するしかないって。そうか。僕に分かることなら何でもお話しします。
アコルドも死骸が出るからって結構な人がルシスに逃げてきてます。というか国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになって、その上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して、今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし、僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。え？そのために王様になって帰ってきたんだし、約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でも話します。ノクティス様、おじいちゃんのこと覚えてますか？あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。街で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐホテルにその人が来たんです。タルコット、でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。もう子供じゃねえんだから、わかるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとな。俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから、絶対。はい、わかりました。ありがとうございます。旅のご無事を祈っています。その辺を決める気はねえよ。相変わらず。やっぱり俺らしいだろ。らしいっちゃらしいよ。まだしばらくは誰と決めないのか。そうだな、全部終わったらな。松川が胸を痛めるような危ねえ戦いに出ることもなくなんだろ。ああ、そうやって言うんだね。役者だな。嘘じゃねえぜ、本気だ。さて、とうとう帰る準備か。あれ切る時が来たか。誇りに思う。ああ、腹引っ込めとけよ。
戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。本当。城まであと少しだ。ああ。その調子だ。終わりだ。大丈夫。見えないで受け入れていいかな。分かってるな。ああ、邪魔だよ。はっ、大丈夫か。
行くぞ。やってやるか。敵の気配がする。さすがイグニス、大当たり。気をつけろよ。んじゃ、やってやろうぜ。それぞれ役割は分かってんだ。もちろん。チームワーク。イグニス、見当はついた。
なんかこいつヤバそうなオーラ出てない？さて、汚れてるけど前のままだね。懐かしいな。よく歩いた道だ。人がたくさんいたよな。早く元に戻してやろうぜ。頑張りますか。さっきどうぞ。あ、おう、それ行くぜ。さて、ああ、やるじゃん。よし、ちょうどいい相手だね。懐かしいな。いろいろ思い出すな。今の俺らなら何にでも勝てんじゃない。近づいてきたか。からにもね、足がすくみそうだ。頑張れ。まずお前が進まないと。ああ、分かってるぜ王様。やるかい。さて、どうぞ。邪魔だよ。
ブラフト食らえ止まって見えるって。食らえ頼もしいな。うまくいったな。俺らもまだまだやりゃできんな。おっさん臭いこと言ってんな。え？いや、男はこれからでしょう。だな。変身イフリート、人を愛した標人と対をなす神、彼がお前たちを出迎えたいそうだ。じゃあ待ってるよ。
上で。気をつけろ。笑って迎えてはくれないぞ。一旦隠れろ。引きつける。ノクト、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、来る。立て直せ。援護するよ。くそ。終わりだ。やばそうなやつで出ましたこれは。どうだ、一筋の狙いかもしれない。終わりだ。どうだ、消し止めるぞ。
切り直しだ。オッケー。ところで、邪魔だよ。立て直そう。想定外の厳しい状況だ。やってみなきゃ分かんねえだろ。イグニス、仕切り直しだ。おいよ。はいよ。もう一度仕掛けてみるか、グラニオ。ロクソ、同時に行くぞ。ああ、イグニス、後ろから援護する。行くよ。
悪いな。今だ。
ハーフィン、サファイ、イラクヒロ。何か言ってる？光を取り戻せってさ。もうすぐ果たせる。そうだな。城に帰ってきたんだな。玉座までもう少しだ。明るいね。あいつがつけたんじゃねえか。ああ、俺たちを呼んでるんだろう。エレベーターは機能してんのか。ああ、使えそうだよ。まったく手厚い誘導だな。いいさ、無駄足踏まないで済む。着いた先は王の間か。アーデンもそこかな。好き勝手しやがって。全て取り戻さねばな。ああ、決着をつける。する前の緊張を思い出すぜ。ああ、この場所に来るとな。俺も出発の日に来たんだよな。遠い昔みたいに感じるな。子供の頃この部屋が嫌いだな。え？どうして？ここに来ると親父の顔が険しくなってさ。ノクトの運命を辛く感じてらしたんだろうな。あと少しだね。さあ行くか、ノクト。あ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいか。え、いいけど。一枚だけ欲しい。持って行きたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら選びなよ。いろんな店を回ったり、街を歩いたりも楽しかったね。景色はいつも新鮮だったな。レガリアを写した写真も悪くないと思う。みんなで遊んだ時の写真はどう？どうした？そいつが気になるのか？
写真じゃ一部になるけど、世界広かったな。カメラでは収めきれないほどだった。手を止めたか。それが気になるのか。どうした？そいつが気になるのか？戦ってる最中の写真もいいだろう。いい写真じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ、残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ？もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっと OK を未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか？ああ、巣につまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした？これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。
選ばれし王か。さしすめ俺は弾かれた王だ。力をもらってきたんでしょ。そうだな、そろそろ願いが叶いそうだ。安心しろよ、まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。外へ力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。
どちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ時バカ騒ぎして遊び放火でいたガキが、恋人が死んだ時疲れ切って横で伸びてた抜けが、10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれだけ闇の中で生きてきたと思ってる。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも、今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。頑張って。プロンプト。グラディオ。エグニス、あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で。行ってくる。
帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな、親父、一緒に過ごせて幸せだった。露出の王よ。
いから準備。行くぞ。はい。せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト次俺でしょ。だそうだ。4人でキャンプなんて久しぶりだな。そうだな。あのさ、どうした？俺は俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。
ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。ありがとう。Thank you.